ピーター・ウェア・ヒグスは、イギリスの理論物理学者。エディンバラ大学名誉教授。2013年、ノーベル物理学賞受賞。入ッする地方、エルズウィック生まれ。父は、イングランド出身の音響技術者で、BBC に勤務。母は、スコットランド出身。幼少期は、小児全息と、第二次世界大戦の影響で小学校へ通えず。 母を家庭教師に在宅学習を行った。その後、ブリストルのコヘングラマースクールへ進学し、同校の卒業生であるポール・ディラックの業績に影響を受ける。シティ・オブ・ロンドンスクールに1年間在籍した後、キングス・カレッジ・ロンドンへ進学し1950年に、理学士、1951年に、理学修士、1954年に PhD を取得した。 1955年から1956年まで、エディンバラ大学上席研究フェロー。1956年から1957年まで、ユニバーシティカレッジロンドン研究フェロー。1957年から1958年まで、インペリアルカレッジロンドン研究フェロー。ユニバーシティカレッジロンドン数学加工士。1960年に、エディンバラ大学。 帝都研究所数理物理学講座講師に就任。1970年にエディンバラ大学上席講師。1974年にエディンバラ王立協会会員。1980年にエディンバラ大学理論物理学講座教授に就任。1983年に王立協会会員。1991年に英国物理学会フェローに就任。 1996年にエディンバラ大学を定年退職し名誉教授の称号を得る。1998年キングスカレッジ、ロンドンフェロー。1999年に英国物理、学会名誉フェロー。2013年、王立スコットランド学士院フェローに就任。1964年、素粒子の質量の起源を説明する、電弱理論における、 対称性の破れの理論を提出した。この仮説を裏付ける、ヒックス粒子の発見は素粒子物理学の大きな課題となっており、スイスの大型ハドロン衝突型加速器を用いて、陽子同士を衝突させ、ヒックス粒子を検出する計画が進められてきた。2012年7月4日、セルンがヒックス粒子ではないかと見られる物質を発見したことを発表するに至っている。 セルンの発表の会場にはヒックスも同席し、生きている間にヒックス粒子が発見されたことは嬉しいとコメントしている。ありがとうございます。